ちょっといい？せーの、すずちゃんおかえり。ありがとうございます。ただいま。聞こえてたんですよ裏で。あ、聞こえてた。気まずい気まずい気まずい。ごめんごめん。ありがとうございます。ごめんなさいね。いや、すずちゃん帰ってきましたよ。皆さんちょっとご挨拶をお願いします。はい。はい、こんにちは、広瀬すずです。本日は足を運んでいただき本当にありがとうございます。ぜひ楽しんで帰っていただけたらと思います。よろしくお願いします。静岡に久々に帰ってきたと思うんです。はい、ちょっとしばらくゆっくりできてたんですってね。あ、そうです、そうです。2、3日いて、なんか良かったですね。いい時間でした。久々にね、ゆっくり静岡で静岡ライフを楽しんだみたいなんですね。はい。すーちゃん、静岡に帰ってきたら必ず食べるものとかあるんですか？必ず食べるもの、うん、なんだろう、静岡の美味しいものもね、好き。あ、でも、はんぺんとかは大好きはんぺん、黒はんぺんでしょ、はい、そうです。あと、みかんが東京で食べなくなりました。なので、こっちに来た時に食べるか、母に送ってもらって、もうみかんじゃないと、なんか全然やっぱ美味しいので。さすが、静岡県の子、みかん美味しいのよ、本当に。東京のみかんはちょっと味気ないじゃない？なんかこう、もうちょっと酸っぱくて全然いいって思うねえ、わかるわよ、すずちゃん、嬉しい、もうじゃあ30泊ぐらい送るわ、私から。いいですね、ぜひ、ぜひ待ってます、でも静岡県でちょっとゆっくりできて、なんか美味しいものとか食べたんですか？昨日はお寿司を食べて、でもほとんどなんか、普段いる時も外食っていうよりかは家でお母さんが作ってくれたものを食べたりすることが多いので、でもなんかさっきメイクさんも静岡出身の方で、メイクさんも喋ってたんですけど、やっぱ駅降りた瞬間全員がダモンで私もこの3日目でもうなんかだいぶ入ってきちゃって怖いんですよねなんか静岡の親戚の皆さんにお会いしたみたいでねなんか静岡弁バリバリのおじさんとかもいるみたいね。あーか、なんちゃらだっけやだっけやっていうね。いや、本当2泊3日するとね、やっぱ静岡弁が蘇ってきますよね。いや、帰ってきます。もうなんかね、ゆっくりこうダーって喋ってるので、背伸びだもんでね、この背伸びだもんで懐かしいでしょう。懐かしいです。めちゃくちゃそれこそ映画見に来てたんで。そうか、ここに座ってたんですよ。座ってました、ね、その昔はね、静岡県出身の加藤涼くんも、そうなんですよ、ね、出演してるんですよね。加藤涼が方言強いんですよ、またこれ。本当にも分かります。丸ごとのスタジオ来てくれた時も結構静岡の言葉使ってくれて、そうなんだ。現場にいるともうなんか2人で喋ってると映りそうで、私映るとセリフまでなまってきちゃうタイプなんですよもうそれで大変で、そうですね、よく共演回数も加藤涼くんはめちゃくちゃ多くて。そうか、じゃあ涼くんとこう2人になると結構静岡の話になったりするのかな。なったりして、最近帰ってるとかなんか同級生かのような距離感でずっと2人で話してます。本日は本当に足を運んでくださってありがとうございます。しかもセノバで2回目舞台挨拶を、以前はちはやふるの時にお邪魔して、またこうして静岡で舞台挨拶できることをすごくすごく幸せに思います。そして映画を通して、映像お芝居を通して、なんか皆さんときっとつながる一つのものだと思っているので、これからも静岡に帰ってリラックスをしながらこれからも作品作りに励んでいきたいなと思います。まずはネメシス楽しんでいただけたら嬉しいです。加藤涼も出てます一緒に頑張りました、静岡県よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。すずちゃんのうちわ持ってきた方、よかったらすずちゃんの見えるように。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、ちょっと見納めになっちゃいますけれども、またぜひ静岡県に、はい、またぜひ、はい、帰ってきてくださいね。はい、すぐ帰ってくると思いますけど。いや、帰ってきて帰ってきてまたかあいつみたいな。いや、もうその時はまた皆さん足を運んでくださいね。ぜひ。ということで、広瀬すずちゃんでした、はい、ありがとうございました。そうだ、ここでちょっとそう言って、カメラに向かって、はい、わーい、カメラに向かって
ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、映画ネメシス黄金螺旋の謎、三上アンナ役、広瀬すずちゃんでした。